今日の東京株式市場で日経平均株価の終わり値は先週末より762円安い27,878円と節目の2万8000円を割り込み、およそ3週間ぶりの安値となりました。FRB のパウエル議長がインフレを抑える姿勢を強調したことを受けて景気悪化の懸念が強まっています。今日の日経平均株価も大きく下落しました。 26日にアメリカの FRB ・連邦準備制度理事会のパウエル議長が利上げを継続する方針を示したことから、景気が悪化するとの懸念が強まっています。金融引き締めが長期化するとの見方から、今日の東京株式市場でも幅広い銘柄で売りが広がりました。